はい、今回の動画は、プエブロレザーというレザーを購入したので、その紹介動画となります。購入したレザーはこちらになります。こちらがプエブロレザーというレザーなんですけれども、これを見てもらえれば分かるように、表面がかなり独特な表面になってます。これどうしてなってるかというと、この銀面を真鍮製のブラシで削ることで独特な表情になっていて、まるで一見すると和紙のような見た目のレザーになってます。で、このプエブロレザーというレザーは、イタリアのバダラカルロス社というところで作られているレザーで、他に有名なレザーだとミネルバーボックスだったり、ミネルバリスシオというようなレザーを作っているようなところのものになります。で、なんでわざわざ銀面を削るのかということはちょっと私もわからないんですけれども、多分こういった独特の表情を楽しむためだと思います。で、この銀面を削っているので、エイジングもかなり早く進むレザーなので、エイジングを楽しみたいという人にはおすすめのレザーかなと思います。で、このプエブロレザーですけれども、今回購入したのは厚みもだいたい2ミリぐらいあるレザーになってます。で、こちら裏面ですけれども、裏面も綺麗に整えられていて、もうパッと見もうどっちが表か裏かわからないぐらいにはなっています。で、個人的になんですけれど もう個人的にはこのプエブロレザーっていうのはちょっと嫌っていました。実は今回初めて購入して、実際手に持ってみると、かなりいいレザーだなというのが分かりましたけれども、個人的にはちょっと以前は嫌っていて、というのもわざわざ銀面を削る意味がわからないというのがあってですね、こう銀面があることで革の表面が、耐久性が出るんですけれども、なぜわざわざ銀面を削るのかが本当に理解今までできていませんでした。というか、こう銀面が虫食いとか傷で汚いレザーだから削ってごまかすんでしょとすら思っていたんですけれども、実際見てみると別にそんな銀面が汚いようなレザーでもなく、むしろ綺麗なやつをわざわざ削っているようです。なのでやっぱりエイジングを楽しみたい人向けにわざとこういうような独特な模様を作って、作られているレザーなんだと思います。で、針なんですけれども、2ミリの厚さにしてはちょっと柔らかめのレザーかなというところだと思います。ネットの情報なんかを見ると、ミネルバリス仕様を削ってこれにしてるとも言われてますけれども、ちょっと本当のところはどうか分かりません。私ミネルバリス芯を持ってますが、こっちの方が若干硬いような気がします。ということで、今回の動画はこのプエブロレザーのレビューになりますが、実際何か、作っていきたいんですけれども、ちょっと厚みがだいぶ厚いので小物には向かないかなと思ってます。ちょっと大きめなペンケースでも、ちょっと作ってみようかなと思ってます。それでは本日の動画以上になります。